西口ホーム武蔵小山商店街、パルムの駅側、入口武蔵小山駅は、東京都品川区小山三丁目にある東急、電鉄目黒線の駅である。駅番号は、MG03。地名が由来。近隣の小山八幡神社にちなんで、小山になった説と、この近辺が小高い山であることに由来する、小山が、語源とする説がある。開業当時は、小山駅だったが、 同盟駅がすでに東北本線に設置されていたため、旧国名、武蔵を冠して武蔵小山駅となった。島式ホーム2面4線を有する地下駅。目黒川に片当たり線が存在する。目黒線では2006年9月25日から休行運転を開始した。この時点では、下りで終日、上りで朝夕ラッシュ時、それぞれの時間帯において、当駅で、 環球接続を実施していた。日中の上り列車については当駅での環球接続はなく、目黒駅において、急行の前を走る各駅停車目黒行に急行が追いつく形で接続をとっていた。その後、2008年6月22日に目黒線が日吉まで延伸された際、急行の増発とともに、日中の目黒折り返し各駅停車の設定は消滅したため、 上下線とも終日環球接続が実施されるようになった。ホームドアは西小山駅と同様に地上駅時代から設置されている。急行運転終了後に当駅まで改装される列車が存在し夜間留置が行われるほか、土曜、休日ダイヤでは深夜の目黒初発列車の一時留置も行われている。なお、補線の都合上夜間留置される番線は、 一定していない。2010年9月17日に駅ビルが開業した。主本線は2番線と3番線であり、1番線と4番線が対比線である。2020年度の1日平均乗降人員は39,864人である。目黒駅、日吉駅に次ぎ、目黒線中、第3位。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、 以下の通り、当駅の地下化と合わせて、品川区により都市計画道路都道420号線を整備し、駅前広場を拡張させるとともに、路線バスタクシー乗り場も新設された。駅周辺も再開発の計画が進められている。駅前広場拡張に伴い武蔵小山駅停留所が新設された。なお、2009年10月31日までは、 補助26号線通流への武蔵小山停留所が最寄り停留所であった。いずれも東急バスの路線が経由している。ありがとうございます。